赤番ケージ、1番渋川の前受けで、後ろはラインの7番長谷川辰徳が打ち、5番三沢克成が外から並んで誘導を外して1番渋川の前に出ました。2番清水和弘と北日本両者再び外、1番渋川の後ろへの位置取りとなって6番黒川正俊が単独イン切り、残り1周半先頭に立ちます。黒川が先頭リード3車身ほど、2番手が1番渋川、この行為は依然として並走で、5番三沢が外、内7番長谷川の体勢、残り1周切りまして6番黒川正俊の単独先行勝負、後ろ1番渋川明人使う形になっています。そして2コーナーから踏み上げていきました1番渋川、番手は5番の三沢が勝ち取って、1車下がった7番長谷川辰徳3番手、あとは4番二次重則、流れに応じる形であとは3番鈴木秀明以下、先頭は1番渋川、番手奪って5番三沢勝成追い込み勝負、3番手は外から4番二次が追い込んで、間からは3番鈴木秀明、1番渋川逃げ切ってゴールイン、2着は5番三沢勝成。